はサードアベニューとセカンドアベニューの間の8ストリートになります。昔ながらのね、たたずまいのこの道は、以前はね、ジャパニーズタウンと言ってもいいぐらいに日本のお店がたくさんありました。現在はね、アジアのお土産屋さんやレストランも、この道にオープンしております。今もね、昔からある焼き鳥大将をはじめ日本のレストランもね、多いんですが、ではね、先に進んで歩いてみたいと思います。でご覧いただくようにね、アウトドアダイニング、人がね、少なく感じるかもしれませんけども、実際はね、店内飲食が 25% 可能になったことと、このイーストビレッジはね、日中は人通りが少ないですね、比較的少ない通りです。夜になると人が出てくるところなんですね。ペソっていうんですかね、日本のね、ドラッグストア、もしくはね、ドン・キホーテみたいな感じで日本の商品がメインでね、売られています、販売されていますよ。この次ですね、ケンカというお店は昔からあるんですけども、居酒屋さんですね。店内の内装は昭和のレトロ調の雰囲気になっております。ここも人気があるお店ですね。次の、ね、店舗が、ね、見えてきたんですけども、このお店、もつ鍋の木村と書いてあります。私ね、この店は、ね、知らなかったんですけども、お客さんが待ってますね、ウェイティングしております。次回ね、チャンスがあったらこのお店で食べてね、また動画撮りたいと思います。のようなドラッグストアのような感じのお店ですかね。はい、ラーメン世田谷が、ね、前方に見えるかと思います。中で店内飲食されている方いらっしゃいますね。そしてね、間もなく前方にストップという文字が見えてきます。こちらはね、オフブロードウェイの劇場があります。現在はね、ショーは行われておりません。でそれからね、セカンドアベニューを、通り過ぎて8ストリートを1アベニューの方に向かって歩いていきます。そうしますとね、美味しいコーヒー屋さんがあります。ポートリコというコーヒー屋さんですね、この右側ですね。で今日はね、ここでモカジャバを私は購入したいと思います。Yeah, please. That's good. Please explain this coffee. So this is the mocha java. It's a light roast. It has nice chocolatey undertones. Here's that for you. And then this is the French Costa Rican. It's a dark roast and it's not too acidic and it's nice and smooth. Okay, thank you very much. 現在豆を引いてもらってるんでね、この間こちらでね、コーヒーを飲むことも可能なんですよ。ですからお近くにね、お越しの際はこちらで飲まれてもよろしいかと思います。
で、このスタッフの方のね、おすすめのダークコーヒーとしてコスタリカも購入してみました。Okay, thank you very much. Yes. Okay, sure. Thank you. Okay, thank you very much. Appreciate it. Thank you. See you next time. Thank you very much. Appreciate it. おまけにね、ベニーロ、1894年創業のケーキ屋さんも立ち寄りました。店内飲食がね、可能になりましたので、ね、並んでね、中に入りました。で、我々はここでコーヒーブレイクという形にしたいと思ってます。私はね、赤ワインとケーキをオーダーして、あとの2人はケーキと、コーヒーをオーダーしていました。ベニーロはね、別動画、チーズケーキ食べ比べ1で、詳しく紹介しています。概要欄にね、書いておきますので、そちらの方をご覧いただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。